飲んだ時に距離が近い。あー、まあね、そう、ずっとなんかこういう感じでずっとくっついてる。確かになんか普段距離あるのに、そう、飲んだ時だけ、そう、近い近いのは確かにあるかもしれない。それはなんか慣れてるなと。あー、なんかギャップがある人がやり手かなって、計算高いギャップ、そういうのがお酒飲んだ時と飲んでない時であったらやり手。うん、いろんな女に優しいとか、店員さんとかに話しかけると女慣れしてるなとは思う。例えば遊びに行ったりとかするときにもうめちゃめちゃ距離近い、なんか例えば喋るときもちょっとこうやって手添えるとか、うん、なんかそういうのあったらスキンシップ多いなみたいな、なんかちょっとやり手だなみたいな私もスキンシップ多いってちょっとそういう、うん、感じなのかなって思います、思います。DM とか LINE でまずすぐ可愛いって言ってくる人と、簡単に可愛いって言ってくる人だとすぐ下の名前で呼ぼうとする人、簡単に可愛いって言ってすぐ会いたい、あーそれは二人きりで会おうとする、あーのやばい、やばい、確かに。え、でもうちそれ共感度は好き。え、そうだから女の子の喜ぶ言葉をたくさん知ってる人、あ、確かに、まあ、確かに慣れてると思う。分かる分かる。そう、それです、それ、はい、はい、さりげなく触ってきたりするとこ、すぐ電話誘ってくるとかはあります。あります。なんか気づいたらここら辺に顔あった時さ、敬語からタメ口に行くのが上手い人とかめっちゃ思います。チャンネル登録よろしくお願いします。